だから今スタートで出てる人は自分はもっと何をやっていったらこのチームに貢献できてこのチームが強くなることにできるんやろ、そして自分の満足度上がるんやろ、そこをやっぱりそれぞれの立場で考えなんだって、これスタートやしもうええわとは思ってないと思うんやけど、もうちょっとできることないか、もうちょっとかっこいいプレーができたらいいだけの人がもう少ししっかり2点を取ってくるフィニッシャーっていうんやな、フィニッシャー、フィニッシャー、最後ねじ込んでくる選手、なれるかなられへんかはええねん別に、そこを目指すかどうかが大事、俺どうせ無理やしと思ったら無理やで、わかるか、だから俺はとにかくディフェンスからまずやんねんな、俺たちはあのオフェンスだけちゃんとやってる人だけを見てるわけじゃないか、さっき言ったようにグッドディフェンダーが必要やねベンチからしたら、攻めは3しか打たれへんかまへん、ディフェンスがきっちりできる、この選手はすっごい重要、相手のエースを抑えれるディフェンダーな、何もオフェンスで得意がなかったらディフェンスの練習ことを頑張るだけでも十分やし、優雅みたいにベビーフックが一つできる、でセンターのディフェンスがちっちゃくてもガチッとできるようになったらこれも最高に試合に使いたい、1個技持ってんねんもん、そうやろ、攻めへんセンターやったらどうや松本な、積極的に相手にファウルしても相手がもう面倒の嫌がるぐらい抑えれる、カーって岡本みたいに頑張るディフェンダーがおったら身長関係ない、今度160センチでも試合使う、相手が180センチ、そのことが必要やねん、このチームに足りないのはそこや、そこをみんなが一つずつやってみ